して。手紙もありがとう。こんばんは。中村舞です。すごい、タコの花火だ。ありがとう。多分もありがとう。見えてる。お。寝転んでるっていうか、もたれかかってる。てん。こんばんは。皆さん、お疲れ様でございます。今何時か？今ね、9時半かな。21時29分。タコタコ、ありがとう。1時間時差があるみたいです。マレーシアにいます。でもありがとう。マレーシアの気候、暑いですよ。で、急に雨が降ったりして、なんかすごい湿気もすごいかも結構。なんで前髪がこれもう、ぺたんこです。たまや、ありがとうございます。すごいいっぱい花火が。ありがとう。お疲れ様で。そう。飛行機に乗ってきたんですよ。結構長い間飛行機に乗って、ショールームは日本時間までやります。なんでショールームは日本で0時になった瞬間に、はい、終わります。切れるのかなこれ。8時間くらいかな。え、わかんない。経由していったんだよね、シンガポールで。え、何時間だったんだろう。全部で7時間ぐらいあるのかな。そうそう。でもなんか結構シンガポールの空港のところで結構待ったりして、そうそう、朝の5時とかぐらいに着いて、ありがとうございます。いや、直行便もあると思うんですけどね。そう、なんかでも久しぶりに長時間の飛行機で、でなんかそういう長時間の飛行機になると、まあなんかこう前のところに、座席のところになんか電子のなんかねついてるんですよね。映画とか見れたりとか、なんかそういうドラマとか見れたりとか、そうできるやつがあるんですけど、まあ、携帯がねもう機内モードにしてて使えないので、なんか見ようかなと思って。そう、もう暗いしね機内暗いし、どうしようかなって見て。そうで、なんか結構でも海外の作品がすごい多くって、ってなってて、どうしようかな。なんかアニメっていう欄を見てたら、なんか日本のアニメがあったから、それブルーロックを見たんですよ。だからブルーロックってのは知ってたんですよ、サッカーのアニメがあると。でなんか結構面白いみたいな、なんか前に聞いたんですよ。でブルーロックちょっと見てみようと思って見たら、めっちゃハマって8話ぐらいまで一気に見てそうで8話、なんか結構見たよね、8話ぐらいまで一気に見て、眠くなって寝て、いや寝たよ。だからアニメが1話20分ぐらいだから160分ぐらい見たのかな2時間半ぐらい見たのかな。2時間半ぐらい見て、機内食食べながらこう見て、で眠くなったって寝て、ココアさんに会いましたよ。会いました、会いました。今日は一緒に
ご飯もみんなで食べて、元気そうだった。変わってない、元気。ここはさ、そうなんですよ、うんうん、48グループの交流って感じで、タコ花火ありがとう。やる？今日くるくると同部屋なの。なんかくるくると初めて同部屋なの。私そもそも先輩と同部屋初めてです。え、そうなの、はい、え、2期生もないの？はい。3期生とはあるの？もうないです。でも同期としかなったことない。はい、同期以外となるのが初めて。本当だ、祭りみたいな。ね、祭りになってんの。そうなんだ。タワー来た。嘘。ちょっと待って。待ってね。嘘だ。待って、表示されてる？あ、これ？アルフォートかな？アルフォートさん。ありがとう。ありがとう。4尺玉？5尺玉じゃなくて？そうなの、そんなのあるんだ。テレマカシー。テレマカシー。ありがとうみたいな。ああテレマカシー。スカスカスカ。スカ。ありがとう。ありがとう。アイビア緊張るですよ。緊張る？はい。アイビアで緊張るしてます。なんだって？でもゾンビを見たんで。あ、そう、なんかついて、なんかあのネットフリックスがね、はい、あのホテルのテレビにつながってて、はい、見れる感じだったので、なんかゾンビを一緒に見たんですよ。ゾンビドラマみたいなの。それでちょっと緊張取れました。いや、もう本当にあの全然もうそんな大丈夫です。もう本当に適当にしてくれたら。ありがとうございます。でも生活習慣結構話してたら、うん、あ、そうそうそうだったので、そういい感じかなと思います。ゾンビハラスメントした。年齢規制、あ、そうだからそのゾンビが18プラスって書いてあって、くるくる大丈夫って、そもそもくるくるがあのショールームをねこの時間にできるのにもちょっとびっくりして、え、大丈夫って、年齢的に大丈夫、私の中でくるくるは16ぐらいで止まってるんですよ。高校1年生かと思ったっていう、うん、そう、ずっと高校1年生。なんか加入当時が多分高校、うん、2年生だっけ、はい、高校生のイメージがすごくって、なんか16ぐらいで止まってるの、私のイメージ。全然もう成人です。だったね。思ってますか？思ってます。思ってますよ。ありがとうございます。確かに寝れるか。寝れるよ。でも、あ、寝てる時の私の顔見ないでくださいね。目が開いてる？はい、見たことあるよ。なんかバスで寝てて目が開いてて、私写真撮ったもん。そう覚えてる。なんか撮られた、なんかの時に
撮影した記憶ある。そう、うん、で私の顔も見ないで、私も空いてるからで私はもうすでに見られてるから、うん、じゃあいいです。あ、いいんだ、はい、はい、もうじゃあ私の顔もちゃんと見といて、あ、寝てる時に共有しましょう、うん、共有しとこう。でもなんかお昼ホテル着いてすぐちょっと寝てたじゃないですか。寝てた、それちょっと見ました寝ていると思って、もう爆睡してた、うん、眠すぎてなんかちょっとうなってまして、嘘、うみたいな、うみたいなやばかったもん、眠くてね。なんかやっぱ飛行機のあの垂直に寝る感じじゃ、うん、寝れた感じがしなくて。そうですね時差ボケはそんなにないかも、時間だけ、うん、でも計算がむずい。なんか配信何時だっけ、今日本何時だっけ、もうすぐ23時くらいですよね。でも体感はもうこっちに合ってきている。嘘、1時間ででもあんま変わんなくないそんなに変わんないよね、変わんなすぎて、うん、もう合ってる、全然もうなんか眠くはならないみたいな。あ、眠くなんない、はい、22時まだみたいな感じです。何時間かかったか、え、分からん、なんか着いたら1時間進む、あ、1時間巻き戻ったんかな、あれ、え、そうですよ、え、そうよね、え、意味がわからんくなったよね、混乱、わかります、なんか時空歪んでる、ね、そうだよね飛行機くるくるミステリーと夜中あるよみたいな、え、飛行機で音楽聴けて尾崎豊さんあったんですよ、緊急早い早い、あの日本時間、日本時間の0時までしかやらないやれない。チキン STU です。何 STU 全体がチキンでしたよね。どういうこと、あ、チキンっていうのは、あ、ご飯、え、ご飯がチキン、チキってるってこと、はいはい、え、チキンってそっちのチキン、はい、確かにやっぱりストイチの海のように穏やかな弱かった、あ、買い出しした、あれ、あっ、ヤン、ア、アンダマカン、なんか難しいですね、ほんとに。コアさんもうペラペラに喋っててすごかった、なんかもうはっってなりました。なんかでも英語が分かればって感じですね、うん、うん、ツイッターでもなんか JK って、いや、ちょっと待って、 JKT さんのメンバーさんとちょっと話して、なんか X を見てますって言うとして、でも X で伝わるのかなと思って、ツイッター見てます、でもツイッターって死語かなみたいな、なんかツイッター X みたいな、もう分かんなくなっちゃう、え、世界共通じゃないの X ってでもなんか、でも英語の世界で言う X ってなんかいろん、いっぱい、いろんな服のサイズとか、あ、XL の X みたいな、はいはい、
X だけでその SNS の X を伝わるのかが。ああ、なるほどね。なんかああみたいになって、すいません。くるくるが日本にいなくて、いすぎる。帰るの。でも、確かにね。すごい祭り。何これ。やばい、バグが起きてる。ありがとう、ちょっと待って、一瞬落とします。そうツイッター過去、なんかちょっと待って、 X 過去旧ツイッターって言いたくて。誰だ、いいよ、見て。え、待って、なんかバグ、ん、誰だろう、これか、え、違うか、あ、ミッキーさんか。ありがとうございます、すごい、ありがとう、ありが、タワー、もう飛行機は記憶なくて。ありがとうございます。乗ったのが23時みたいな感じだったから、なんか、うん、って言ってたら着いて朝マレーシアの食べ物を食べました。でも何か分かります？あ、でも私日本でもあんま何か分からず食べてるんでちょっとなんか美味しい美味しいって、でも 何なのかあんまよく分かんなかったみたいなの結構あるんで。サンフレッチェも買えないし、え、今日なんか美味しかったよ、なんかチャーハンみたいなの、ご飯美味しかったよ、出てきた、美味しかったけど、なんかもうご飯どころじゃない、なんかもう緊張も分かって、何も口が入らない、辛いの、え、辛くなかったな、一個も、うん、わ、かわいさ、これ四尺ナシゴレン、わかんない、あれナシゴレンなのかな、買い物？買い物はね、コンビニ行ったよ。今日はもうあの夜にちょっとコンビニ行ったぐらいです。なんか飲み物買ったぐらい、飲み物買ってお金換金した。でも一個も計算ができんくって、なんかえ、マジで難しいの、なんかお金なんか言われてその分出したら違うってなって、こんなにいらないみたいなって返されて、えぇ、ー、みたいな、なんかもうわけわからん、もう絶対小銭使いません。ビーフオアチキンは聞かれるかと思ってこうやって待ってたら、ありがとう、パスタでいいよねって言われました。そうなの、そうだったんですよ、ね、知らないんだけど、そんな、え、2種類あったのかな。なんかナン食べてる人がいて、あ、そうなんだ、はい、で、ナン、あ、ナンあるじゃんと思って、ナン食べたいなと思ってたら回ってきて、順番来て聞かれるかなと思ったら、パスタだよねみたいな、パスタでいいよね、パスタみたいな、え、パスタ、ナンの人はカレーなの、カレーっぽかったです。なんかさ、飛行機でさ、ご飯なんか来る、来なさそうな雰囲気なかった、一回ありました、やったよね、3です、なんか3レーンみたいなあって、そう隣のレーンの人たちは食べてるのに、うん、え、そう、一生配られなくってね、なんか私機内食有料なのかなと思ってね、思わなかった、スペシャルクラスの人たちが食べてる、だからめっちゃ、ね、机用意したのになかなか来なくって、ね、ご飯が来ない、めっちゃ思ってた、来た時にはもう1時、夜の1時、え、そう、深夜飯だったよあれ。ありがとう。飛行機結構揺れてたかも、なんか空なんか荒れてた霧がね、そう、霧で揺れてた、多分霧で揺れてた無料、え、無料ですって配られるまでに時間がかかって、なんか
メンバーがいい匂いがするってすごい言ってて、なんか気持ちいい。みんな周りが食べてるのになかなか配られなくて、いい匂いがするって、すごいメンバーがすごい、ちょっと机だけ出してひもじくなってて、その子を、その食べ物たちが思った子、CA さんが通るのに、うん、え、そう、こっちはこっちは見向きもしてる。そうだからあれって、飛行機でおもちゃもらえなかった、大人だと思われて。そしたらあのちゃんと来ました。よかったです。うん、多分あれですよね、後からだったからなんかなかった。あ、もう売り切れだったんだ。うん、何売り切れ、そこは元気全没収、なんでなんで、何があったの、あらきるか、ありがとう、余裕はしなかった。あ、カメラはね、持ってこんかった、ちょっと重たい。そう、なんてこったで、なんて日だ、なんがなくて、なんて、なんて、帰りも出るかな、出るんじゃないですか、出るよね、でも深夜飯かな、どうなんだろう、なんかプリンみたいな形の、うん、なんか入れ物がついてて、なんだろうって思ったら、うん、水、多分水がびっくりします。こういうね、うん、あのちっちゃい水が出てくるんですよね。知らなかったです。あと普通に食べてたら、サーヤンさんが私のお皿に人参とチーズを、うん、残んでおいてきました。え、なんかそれさえ言ってた気がする。人参好きですかみたいな。私も無言でいただきました。もう私は見えてなかったから大丈夫。海外のなんだろう、日本で味わえない味のがあるから、なんだろう、日本海外のなんだろう、あ、スナック、なんかちょっとなんかコンビニみたいなとこ行ったけど、めっちゃありましたよ。わっ、ティーさんありがとう。ファンファン、ありがとう。人参のチーズ食べてみます。夏祭りの夜に君のことを見かけた。ファン、ありがとうございます。甘めだった。もう海外ってこんなに大変なんだなと思って打ち上がりました。英語話して、あ、Hello, my name is Mike. Please call me Mike. Thank you. Hello.でもなんかさ、英語はさ聞き取れるけどさ喋れん、全然なんか、なこういうことなんとなく言っとるっていうのは全部分かってくるんじゃけど、スマホで、スマホ来るカメラする言ってないけど今のとこなんかもう、今はありがとう、ついてなんか、ついたのが、あ、8時、朝の8時とかで、だからありがとう、うん、出てこんね。なんかね、すごいね、あのお札の使い方がわからんくて、でお金の払い方が難しい。いつ、いリンギット、あ、そう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 、お土産買えそう？うん。
なんかでもマレーシアのお土産って何が有名なのか全然あんまり調査してなくってですね、なんかチョコとかコーヒーが有名みたいなのはチラッと聞いたんですけど、あんまりね。でもなんか来たかみたいな感じ。あ、ヘッドホンかけてた。なんかそう。買ったんや。そう、なんか持ち帰ることも考えんといけ。そうだよ。すごいよね SNS。マレーシアにいるクルクル見えてる。時差とかあるのにもかかわらず、ツイッター新 X の写真が付けた。たくさんのビありがとう。もうなんか撮れんかと思って写真。なんか街のファッションは日本と違うか。解散みたいなって。いや、でもなんか。撮っていないというふうな。普通に日本の夏服みたいな感じで全然 OK って感じですね。やっぱ現地の方はこうなんかマレーシアのなんていうんですか。頭に巻くやつあれつけてる方結構多いんですけど、でも基本なんか暑いのでみんな夏服って感じ。暑いよ。四豆腐食べたかも。なんか豆腐っぽいけど卵っぽいけどなんかよくわかんないやつ食べた。なんだろうって言って食べた。ペペロンチーノ豆腐ですよマイケルさんがマジでこれペペロンチーノの豆腐じゃんって。そう言って、うん、マジで味がそう。それかな。4豆腐って言うらしいです。へえ。っていうかわかんないけど。四豆腐。なんか全部初めてのものだからさ、なんか目新しいでございますよ。見ただけじゃわかんないですよね。何の商品か。広島とどっちが暑いか、え、分かんない。広島も暑いよだいぶ。でもなんか湿気がすごいかも。甘いのお茶。マーシャル。なんか湿度が高め。海外は4か。クアラルンプールに二郎はないけど、今日行ったなんかアウトレットみたいなとこにちょっと寄ったんですよ。そこにバリウマがありましたえ、バリウマっていうラーメン屋さんがあって、おーと思ってちょっと感動しました。バリウマってあれ広島のなんかな。え、うん、バリウマ、あの馬はこの口辺に馬の馬。わっかわいい。なんか浴衣のやつありがとう。難波の久人さん、ありがくま浴衣。暑い国は甘いの。そうなんじゃん。ありがとう。まだ甘いのように出会ってないわ。まだお茶しか飲んでない。あ、違う、飲んだラッシー、ありがとうございます。ありがくま。そう、ちょっとだけアウトレットを寄ったんですよ。そのチェックインまでに時間があったからちょっと寄って。水の方が熱いかもとか思ったけど。暑かいない。なんか買ったか。いや買ってない。お昼ご飯だけ食べて。そう、あ、それ無糖って書いて。そうなんだ。他のグループの交流頑張るよ。交流頑張るよ。ハロー。アウトレットもいいけどクアラルンプールのモールはすごい。なんかモールって何ですか。
ショッピングモールか。え、そう、暑さの人たちがさっきなんか雷雨みたいな感じとる雷雨みたいなってなんかガラッみたいな。ありがとう。へえ。配信見てると自宅なのか海外なのかわかんない。一応ね海外にいます。なんかねもうテレビがね全部ね何言ってるかわからない。あの日本のは映らないので。そうなんだよ、ね、うん、AKB さんが3人出たり。どんな番組やってるか国民じゃないか。なんだろうこれ。寂しいコンビニ。でも逆に化学反応的なことある。あ、スカスカ。確かにスカスカって何をやってるかもわからない。ずんちゃんさんは写真撮りまして、ずんちゃんさんの X を見て海外に荷物準備してきましたって言いました。ずんちゃんさん、何チャンネル。なんか本当になんか難しいですね私。いやすごいなと思ったわ。ココアさんとかさ、これさ海外にさもう住んでさ、住んで、あ住んで、うん、だってさわけわかんないこといっぱいあると思うんですよ本当に。初めてのことだらけ、いや本当にすごいと思うわ。日本のテレビ恋しくなったりしないのかな、あれ見たいなみたいな。写真撮った。結構撮った写真。7人くらいの方撮ってます。落としたって。つまり何するの？どうしても海外出身メンバーらしい。だからコミュニケーションとかもさ、もちろんまあ難しいと思うんですけど、文化も違うし、なんか言いたいことがパッて言えなかったらもどかしいだろうし、大変だろうなって思いましたね。これはもう本当に言った人しか分からない。なんかあの空港に着いたらシンガポールの空港でベンチで寝転がって寝てる人がめっちゃいて、なんか私オキちゃんに前ホテルのロビーで寝転がって怒られたことを思い出して、オキちゃんにすぐに報告して、マレーシアでは寝転がってる人がいっぱいいますって報告して、でそう私それでオキちゃんと一回もうバリケンがしたんですよ。なんか非常識だって寝転がるなんて非常識だそう寝転がってる人がいっぱいいますってで報告をしました。そう忍者誰か、そう、ありがとうございます。年間のシンガポールも一応上陸チリパ。え、そうじゃん。私なんか昨日なんかわかんないけどさ、チリパーがさ昨日放送だと放送あんだと思ってさ、そしたらさ全然昨日じゃなかった、今日だったわ。勘違いしてた。なんか時差があるわけでもないのに、あ今日だ今日だとか思ってたら違ったわ。今日です。だるま、ありがとうございます。わ、トムさん、もう一個。これは何だ。聞いてください、ぜひ。打ち上げ花火。ホラーの話って言っても、そんなに
ガチホラーじゃないので大丈夫です。あのお化けが嫌いな人でも聞けます。ありがとう初見さん。中村舞です。まさかシンガポールでした。確かにもし僕がクルクルだったら固まるような、僕はクルクルしないんだけど。そうだ、いや誰でも固まる。大丈夫。ホラー、ホラーって言ってもいろんなホラーがあるから、ホラーはお化けだけじゃないから。人間もですか？そうです。人間も怖いです。ヒューマンホラー。うわー、キャー。絵を見せつけたよ。え、そう今日も KLP さんのお疲れ、ありがとう。あ、サバパギー、サバパギー、こんにちは、サバパギーでも名前がね、はぁ、ティファニーちゃん覚えたんですよ今日は。もうなんかすごい、なんだろう、めっちゃ動いたとかいうわけでもないんですけど、まあ移動はすごい多かったんですけど、めっちゃ動いたわけでもないのに、なんかどしっと疲れてる。あ、マジですか。あ、見てる見てるとか言って、私もとか言って、なんか私も MeToo じゃなくて、私はあなたもですって言おうとしたんだけど、 MeToo、YouTube、MeToo みたいな。緊張疲れもあるのかな、なんか、MeToo やばい、 MeToo ってやばい、YouTube か YouTube は私でも止まってるよみたいな話、ね、飛行機で、まあまあまあ何時間寝たかな、2時間、3時間ないぐらいかな。蝶々つけてて、ここに、うん、可愛いと思って、睡眠得意な私なんですけどね、あんまり眠れなかったですね。いや、まあ眠れた方なのかもしれないんだけど、うん、そう、うん、え、ティファニーちゃん14歳、そう、あ、ティファニーさん、なんかめっちゃ目があって、ってほほえんで、めっちゃ目があったからめっちゃ覚えてて、ありがとう。体感時間、めっちゃ飛行機に乗っとった感覚ある。そう、でもなんか結構ずっと会えます、なんか飛行機のさ、 CA さんの格好がさ、なんか国の感じが出ててさ、なんか新鮮だったわ。あの制服、制服がやっぱり国によって違うから、 JKT パートとクリアさんとも話した、なんか、うん、アジアって感じだった。え、なんか可愛かったよ、全然もう日本とは全然違う感じの制服で。確かに可愛い、世界共通、確かにニュー可愛い、あれ可愛い、それ可愛いって言うけど、私はいろんなアイドルさんが好きっちゃうだからね、ニュー可愛いと思う。でも次18日、ブランケット、なんか、そうそうそう、飛行機にね、あるの、枕とブランケットがついてんのよ。そう、何時か、今は10時8分、だから日本は23時8分。1時間、そう、ちょうど1時間やけんさ、台風来てた、いや、そうだよね、なんか関東直撃で今日止まってた日だよね。
なんかおきちゃんがそれ言ってた、今日はすごい大雨だけど舞台があるんだよねって言ってて、舞台の本番があるんだよねって話してました。マシになった？そうなの？23時に配信切れるかな？いや、わかんない。なんかさ、切れない説あるよね。だって携帯がもう23時なんだもん。あ、嘘嘘、22時なんだもん。切れなさそうじゃない？スパルタン X に盗ましたよ。スパルタン X 隣にいるマイケルさんは可愛いですか？可愛いです。なんだと？ニュー可愛いです。アップデートしよう。乗ってくださいました。私、うん、じゃあちょっと今だから言える話、はい、もしマイキューさんに嫌われてると思ってたんです。やめてよ、そんなこと言うの。じゃなんか態度とかじゃなくて、うん、マイキューさんそういう態度を取ってきたとかじゃなくて、うん、だから勝手になんか、そうなんか私も結構人見知りだから。え、そうなの？人見知りなの？いや、なんか考えすぎちゃう。うん、考えないように、うん、最近はつけらないをモットーに生きてたから、うん、頑張ってたんですよ、うん、でもふとした時に、うん、なんか、あって、なんかちょっと迷惑だったかも、みたいな。こんなしゃべり方してそんなことないでしょ。迷惑だったかも、とか思ってたけど、うん、でも、飛行機とか、カーラルンプなんか結構声をかけてくださって、なんか私ね、多分なんか癖で、はい、なんかさあ、こう人とさ、たまにこう別に遠くからでも目が合う時ってあるじゃん、はい、さ、目が合ったらさ、パッてさ、そらす癖があるんよ、はい、で、なんかそれなんでかっていうと理由があって、はい、なんか目が合い続けたら、え、何って言われたことが何回かあって、あ、そう、なんか何って言われるのが嫌だから、え、何ですかとか言われたら嫌だから、だから何でもない、たまたま目が合っちゃったぐらいで、あの、そんなじっと見ることはないようにする。でも多分くるくるってよく目が合う気がするんよ、私は。私結構見ちゃうかな。え、よく見てるよね、なんか。じゃ、なんか普通になんか美人すぎて、なんか人間じゃない。いや、人間だわ。人間なのに息のなんかレベルすぎて見ちゃうんですよ。でもなんかね、多分あんま喋んないからプライベートでも、うん、基本だから、なんか多分みんな何を考えてるんだろうって多分私のこと思ってる。何も考えてないのに。ガチで思ってました、ちょっと。え、そう、なんか多分喋んなすぎるんだよね。そうそう、そう、あ、そう、私は逆にそう人の目見ちゃう癖があるんですよ。なんか暇だったら暇だったら見てるの。そう、だからおもろい、申し訳ないなと思って、それもなんかだから最近は見ないように。そうなの？はい、もう溶けました、ここで溶けた？はい。でもなんか話しかけるの得意じゃないって言ってて、話しかけられ、うん、た方が話せるって言ってたから、なんかこういう、え、なんかなんていうかな、出来事がないとむずい。同じなんかご飯とか食べてて、え、これこうじゃないとかだったら話しかけれるけど、なんかいきなり今日はどうみたいなのはちょっと無理で、会って話しかけるのがあんまり得意じゃないかも。普通に学校でも顔見ただけで友達とかないですもんね。鏡越しで。そう、でもなんかくるくるは
なんかあるたびに一個一個ありがとうございますってめっちゃ元気よくありがとうございますって言うから、そんなにありがとうございますってそんなに言わなくていいのになって癖ですね、うん、めっちゃしかも元気ありがとうございますって勢いのいいありがとうございますが来る運動部みたいな、うん、でも私無意識です。結構でもなんかでもめっちゃちっちゃいことにも言ってるイメージがあって、えそう本当に本当になんかそれはありますね個人的に、うん、なんか高校中学高校の時の部活がちょっと厳しかったから、何部ダンス部だったんですけど、あそうなんだ、なんかすれ違った時に挨拶しなかったらなんか、うん、なんで？でも挨拶しても返してくれないみたいな、うんみたいな感じだったから、うん、なんかまあ挨拶は絶対、お礼は絶対で、ちょなんかちょっとなんかやばいなと思ったら謝る厳しそうでも本当にね、なんか本当に短時間でいっぱいありがとうございます聞くの。だって今日もなんかあじゃああのゾンビ探そっかってネットフリックスでゾンビ探してもはいありがとうございますみたいなさ、そんなもういいよそんなそこまで言わなくてもいいよみたいなとこでもね言ってるイメージがある。いやこちらこそってありがとうございますリモコンいじってくださいえそうそういう感じする感じしてるよ。あんまりでもなんか話さないですよね普通に。うん。LINE は遊ぶ時とかの集合のぐらいですよね。うん。くるくるって登録してるよ。え、そうなんですか。うん。私はじゃあマイですね。そうマイです。もうちょっとラフでいいですね。うん、もう何でもいいよ。うん、何でもいい。最近なんか出ちゃうんですよ。なんか何？なんかさみたいなテンション上がったらえなんかさって言っちゃって。可愛い。すいませんって言って。あでも私もたまにあるかも。なんかそのもう引き下がれないタメ口が出たみたいな。めっちゃなんか。ここ最近多くてそれが、うんうん、やばいと思ってサーヤさんとかにもえそれでさみたいな、え分かる分かるそういうのはありがとうございます。誰千穂ちゃん、いやまひなさんとかまあ、千穂ちゃんにもかもたまに出しちゃいますね。私はそうですね、まいちゃんって呼んでる。まいちゃんだよ。でもまいちゃんって呼ぶ人いないからね。まい。ファンの方は。まいきゅうかまいちゃんかな。まい。メンバーはでも基本まいちゃん呼びあんまいないから。千穂さんがまいちゃん。うん。くらい？あとソラハくらい。ああそう。うん。ソラさんはまいちゃん、ゆうかちゃんっていうから。そうそうそう。言うからかな、言われたかな、え、くるくるって言われるよね私はくるくるなんですけど、ゆうかちゃんって言ったら一回ちょっと見ますそのさんの方見ますさあ違うよって言われる。めっちゃ想像ついて今の違うよマイキューさん呼ぶときに、うん、マイキューさんじゃなくてマイキューさんって呼ぶんですよそうなの？全然気がつかなかったんだけどなんかあんまリアルでは言わないけど、うん、同期とかと話すときにマイキューさんって言って、うん、
表では出さない。多分気づいてないんじゃないみんなも。いや多分あんま気づかないと思う。なんかマイキューさん。マイキュー。マイキューさん。くるくるのファンの人はくるくるっていうの？ユーカーなの？くるくるが多いですね。あ、くるくるなんだ。最近でも苦しまってめっちゃ言われる。そうなの？あ、苦しま。呼び捨て？学校の時呼び捨てだったので、うん、全然違和感はないです。なんか、はーいみたいな。ゆうかあんまないですね。そうなんだ。ゆうかちゃんもでもさ、コールはゆうかだよね。そうなんですよ。だから難しい。最近のオフィスとかもゆうかこと苦しまゆうかでしてるんですよ。ゆうかこと苦しまゆうか。ゆうかしかなくて。苗字の呼び捨て、中村って言われたらなんだとって多分言うと思う。え、中村ってだってさ、どういうつもりですか？フルネーム中村舞。苦しまゆうか。何ですか？え、嬉しいです。嬉しいんだ。苦しまゆうか。そう、コールはね、ゆうかしやすい。苦しまって名字珍しいよね。あんま一緒の人見たことないです。そうだよね、初めて聞いた。苦しまさん、中村っても多いですよね。中村はいっぱいいるよ。よ、中村中村いっぱいいる。あんまいないから違和感ないんですか、苦しまねえ。苦しまさん、でもかっこいい名字。苦しま、嬉しいです。でもなんかみんなの名前が並んでると、うん、3文字の私だけはみ出てるから嫌なの。はい、あの、見つけやすいですけど。よくない？なんかちょっとコンパクトにしたいな。コンパクトに半角苦しまいける。これで読む。そうだ、かっこいい。苦しい、苦しい、まあ、ありがとうございます。何でかかって、うん、今日は本当にどうなることかと思ったので、なんか何言うんだ何言うんだ何言うんだ。私もちょっと言っていいかわからんこと言いたい。なんか、え、何、怖い。それはダメです。なんかでも今日あのホテルについてみんな一人部屋だと思ってて、でみんな一人部屋って言われてたんですよ。そう、そしたらあの二人部屋でみんなで、なんかくるくると二人部屋で、初めてだからお互いなんかあんまり何も喋らなくって、で部屋に入って、そしたらくるくるが私ですみませんって言って、こちらこそすみませんって感じで、なんか最初本当になんか謝罪から始まったんですよ。私が同部屋ですみません。そうなんです。でちょっと本当にどうなることかなと思ったんですけど、あのそんなこと言わないでよってなって、まあでも初めて、ね、そうですよね、同期以外だったらあれだよね。もう全メンバーの初めてですもん。
でも立て直しましたもん。立て直ゾンビで。あ、ゾンビでね。ゾンビで。でもやっぱ3日だいたい1日じゃないですか、たまに。うん、3日か、3日ぐらい2日、うん、何日か正確にちょっと覚えてないけど3日間ぐらいですか、何日間か、うん、一緒にいるからもう4日あ、そんぐらいやんね、一生そんなもう謝罪したらダメだと思う。何日かちょっと数えれない、なんか白数ってなんか全然わかんない。え、クルクルの言っていいかわからなくなし、クルクル本当に全然今日は関係なく、なんか X でなんか辛口のなんか AI がツイートの仲良くなりました。いや、なかなかね、セルフこんな機会はないですので。ですか、最近一人部屋多かったしな。あるとしても千穂ちゃんかな、同部屋か、空、あれでなんかキュルキュルって言ってるの正直恥ずかしいですよって書かれて私KO されました。それあ、キュルキュルってなんか可愛いと思ってるんですか、恥ずかしいですよって書いてて、後輩ない、え、確かにないですね思い浮かべたらないわ私も。なかなか、そうなんですか。いや、昔はあったことあるけど、もう最近ほぼない、もうここ何年かない。固まってきますよね、うん、メンバー、このメンバー一緒に。でも言うて2期生も全然なったことないメンバーいっぱいおる。本当に出会ってことで、うん、やっぱ運命ってことですね。運命ディスティニー、あ、そうです、くるくるとマイケルさんのディスティニーちょっとかっこよく言う、なんかかっこよくなかった。キュルキュル可愛いよね、キュルキュル。サーヤンは一回あるかなって感じ、うん、なんかさっきパジャマの話をしたんですけど、私パジャマ持ってきてなくってでパジャマここにないんですよ。で、私大体寝るとき、いつもなんかホテルで寝るとき下着で寝るんですよね、結構。だから大丈夫って言ったら、逆に大丈夫ですかってごめんねってむしろ逆になんか、うん、逆にごめんねって。でもそれもなんか変な言い方しちゃって、なんかいいんですかみたいな、うん、いいんですかとか言われて、なんか黒待ちにしてる人みたいな、もう本当にやっちゃったと思ってショックでしたショック、本当になんかもうなんか変なやつだと思われたくなくてだからもう粗相をしないように言葉はもう全て気をつけて生きていきたい。いや、なんか下着って言ってもなんかなんて言うんですか、そんなみんなが思ってるようなやつじゃなくて、ほんとインパンみたいな範囲で寝たりするから全然あのみんながさ、なんか好きなそんなレースのそんなんじゃないですよ、全然。もう本当に黒いインパンみたいな履いたりしますよ。なんかか次の日の服着て寝ちゃったりする時もあるあー、わかりますね、レッスンとかだったら全然ある。マイケルさんも変だからって。なんだってえ、確かに先輩から見たクルクルってどんな感じですか。なんか
さっきも言ったようにいっぱいありがとうございますっていう。そうか、ありがとうのイメージ。うん、なんかでもくるくるハキハキしてるよね。え、本当ですか。うん、結構その本当ですかの言い方も、あ、確かに。なんかなんだろう、結構レスポンスが早い。あー、うん、頭の回転が早いんですかね。でもさ、なんかダジャレ言うんでしょよく。なんか言ってない、なんか言ってます、うん、多分そういうところです。それも聞かれない程度に言ってます、結構。あ、みんなドン引くの。あ、そうです。なんだこいつみたいな、ならない程度。今日のドクター公演3期生が 2.5 期生怖かったって言ってました。言われたイチゴに 2.5 期さん怖かったって。ありがとう。嬉しいだけ覚えてます。うちのお父さんと一緒だ。ダジャレ、ダジャレ言うな。嬉しいだけ、嬉しいだけ、嬉しいことがあったら、うん、嬉しいだけって言ってください。あ、はい。嬉しいだけ。あ、そうです。これで、はい、いいと思う。いい感じです。いい感じ。はい、嬉しいだけ。他はありますか。他はおやすみートボールとか。おやすみートボール、はい、おやすみント。あ、おやすみントね、はい、おやすみートボール。やばい。確かに放課後ホームルーム一緒でしたよね。でもそうだよ、私覚えてるよ。私も覚えてます。でも、もうめっちゃ最初だったよね、はい、緊張しすぎて、うん、やばかったです。あの一番最初に多分やった2人でやった仕事が、うんうんうん、放課後ホームルームで、あのズームでファンの方入れて3人で話すやつ、うんうんうん、やりましたね。どんなんだったかもうでも覚えてない。でもなんか私もまだ入ったばっかりで、うん、もうまだあんま仕事したことないタイミングでの、うん、しかも先輩とだったから緊張するよね、はい、ファンの方、くるくるのファンの方来てもなんか距離あるみたいな。あー、人がいることによってね、はい、距離あるみたいな。わかる、私もそれなるもん。なる。TikTok 撮ってた、撮ってた、トゥン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 トゥパントゥ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 ン、やったよね。今さ足バタバタする。そうやったよ、 TikTok 撮ったわ。懐かしい。ジャンジャンって確かに撮った。ありがとう、キング。そう、なんか最近見た、お、すごい、クーポン知り見よ。結構絡んでたか。でも、まあ、ユニットが違うとね、一番絡まんくなるよね、多分。そうですね。そうだよね。四国、確かに。アズミンと仲いいよね。はい。あ、私はですか。うん、アズクル、あ、クルアズか、どっちかわかんないけど。クルアズです。クルアズなんだ、はい、うーん、そうなんだ。なんか相談しましたよね、なんか一回なんかアズクルかクルアズか、一枚さんに、うん、アズクルかクルアズかみたいな、したなんか軽く聞いた記憶。でもアズミンが先に来ると思うんだね。なんか
私もえどっちだったっけあれアズクルアズあのクルアズやってますねクルアズなのクルアズなんだなんかモヤさんみたいですねちょっとアズがねクルアズキュルとマイケルさんの2人はキュルあれ終わりでも私じゃないですか私はキュが、うん、キュルあ、キュ、あ、本当キュルキュルキュルで、キュルで本当だ、あった私マイケルさんのあれ好きです自己紹介あ、なんだっけクエスチョンあ、それですクエスチョンそんなんかかすれとるんだけどえ、違う、どんなんですかそんなんですそんなんですが好きです、公演の時に楽しみにしてます、私もくるくるの好きだよ、でもね、いつもね鼻だれね、3列目でしょ、くるくるだからやったことないんだよね、多分ね、うん、いないですもんね、うん、来るじゃないんかいってやつだよね、はい、やったことないんですよね、確かに私あれだミーヒーさんで出るときも最後の列だから、そういつも最後の列に、私2列目だから、そう、列1列目終わったらはけるって感じだから、2列目私も体感してる人はあんまりいないから、そうなの、タワーありがとう、東京のスワンさんかありがとう、バーン、ありがとうございます、そろそろ少しタイムしようかな、そんなのあるの、そうね、じゃあ私もしよう、え、いいただもう本当にうん、夢と現実は違う、真顔ありがとうギフト2でめっちゃいい曲、うん、あるえ、めっちゃ好き2でショールーム入ったよね、入りました、でも全然歌えないからね練習してたんだけどねまだ全然歌えないんだよね持ち歌がなかったら、うん、そのちょっとふわりがね、うん、リズムとかがね、むずいですよね、文脈省略するけど、アズミが 2.5 って怖いって言って、省略しすぎ、アビシュすぎる、ね、やった幽体離脱もむずい、幽体離脱最初のセリフさ、あれ完璧に言うの結構むずくない、あの尺で普通になんか一回配信でやったけど間に合わなかったです、うん、あの幽体離脱魂が抜けていくよなみたいなやつそれえ、あれめちゃむずそうだなって思う、覚えられないし、まるで体から魂が抜けて出ていくようなそんな感じみたいな、うん、あれって練習でできるようになるの知ってましたみたいなやつだよね、そうですそうです、歌詞に結構なんかサビも1番と2番でリズムが違うらしくて、うん、あ、そうなんだ、できてた、そう、あれは3期生の曲、菜の花も好きですよ、嬉しい、やることないよね、まあ、私はね、あのね、お台場でやってたね、ニレのね、最初が好きだった、なんか一人ずつ歩いてきながらなんか歌って、でその後に
かかりだしてイントロっていうかそうかかりだして、そうあれがマジで良すぎて毎回やってよって思うぐらいマジ良かった。そうだった、沖前さんであのお台場のフェス夜来てくださってて、肉フェス行ってた。そうアカペラがマジでいい。あれはいいね、ありがとうございます。また見たい。そうなんかスタッフさんが封印だって。なんでレアなやつにしたい。あーまあね、確かになんか特別感ある。そうです、そうです、配信とかがない、うん、レアな時にしか見れないもの。でもなんかああいう構成がつくとなんか執念感ある。ちょっと確かにありますね、うん、レアな。それでは団長を呼びたいと。あ、間違えた。告知タイム23時40分なんだ。告知タイム、あと20分で終わります。明日までが生誕 T シャツの受付です。ぜひゲットしてください。あ、もやありがとう。もうすぐ終わりよ。それではどんどん。ジェサイ、アリくん、ありがとう。ジュニー、アルタイル、ありがとう。ジュチン、ヨシーザキ、ありがとう。ジュニー、続きそう。いや、わかる。ありがとう。切りますよ。ありがとう。はい。ミツル、ありがとう。ルク、トマト、ありがとう。ありがとう。かわいい。ありがとう。ありがとう。ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。明日も Wi-Fi が繋がれば、繋がなかったらもしかしたらメールがちょっと送れないかもしれないですけど、もうあるの。マイケンももう終わりよ。それでは明日もかかりましょう。アイスミート10、アイスミート今日16か。なんかこのコメント欄、ダブルサイクがカフェでぼったくりにあったって読んで、なんか強すぎてこの言葉がびっくり。なんじゃそりゃ。ねえやめてその報告。もうなんだその報告。さっきなんか言ってましたよ、なんか1万円のなんかカフェ、え、コーヒー、1万円のコーヒーが出てきたのカフェで、なんかって言ってました。え、聞き間違いかもしれない。日本円でってこと？多分そうです。え、払ったのぽいです。え、マネージャーがその1万円のコーヒーを飲んだ、うん、マネージャーさんが1万円のコーヒー飲んだの。おもろ。そうなの。今おもろくないよね。まあやばいよね。でもちょっと笑ってしまうんだけど、マジで口コミ星1の店。そうなんだ。マレーシアってでも口コミとかあるの？確かに。座るだけで1万円ね。なんかやばい。そうなんだ。
え、気をつけないとだね。そうなんだ。でもなんかねぎる、え、なんかねぎれるみたいな言ってない、言ってなかったっけ。なんか、いや、ワンチャンみたいな、ワンチャンねぎれる、ねぎってもらえるかなみたいな。あ、なんかここをなんとかで、あ、ここもちょっと、もうちょっと安くお願いします。でもさっきのなんかコンビニの人優しくて、うん、なんか何円って分からなくないですか、なんて言ってるか分からなくないですか。分かんなかった。でもさ、その枚数出したらさ、いらんってな、え、そう、なんかちゃんと返してくれて、うん、なんかあれ、値切ってくれたのかな、え、安くしてくれたのかな、分かんないけど、なんか私192円ですって言われて、うん、と思って、でも多分勘違いですよね。192円って日本円でって聞こえたんですよ。違うんじゃない、それは。それは違うんじゃでもマジで分かんない、分かんないからさ、多分多く取られたとしても気づかない、気づかないです、うん、192リンギットでもね、そんなに使わないと思う、コンビニで。えー、ね、分かんない、分かんない、一人行動は絶対 NG ですよ。カードはまあ持ってないのでね。ありがとうございます。え、配信切れるかちょっと楽しみ。切れないかもしれない。ね、切れなさそうだよね。だって私の携帯自体がそのなんていうんですか、若返ってるっていうか、その巻き戻されてるからさ、なんかバグりそう。その時間変わってる？なんかでもこれってさ、 LINE もさ変わってるから、 LINE 送信して時間出るじゃん。あの時間もさ、多分日本とは違うように表示されてるからさ、変な感覚。え、そう、え、どういうこと、本当にお風呂入るの？入ります。お風呂さっさと入る人？え、でも入るまでが長い。あー、わかる。あーとか言ってたら2時とかになってます。あーって言ってたら2時になるの。一緒に入りなよ、絶対にダメです。本当に。しかも入れるような、それな、シャワーなんです。なんかさ、浸かるっていうの、あの浴槽が多分日本ぐらいですよ、あるの、シャワーでさ入ったらもうすごい気まずいですよ。どっちかがさ、こうやってポツンってさ髪洗ってる時、そう、待たされる。天井にシャワー、あ、天井にシャワーある。え、同時に浴びろってこと？やばすぎ。私ダメダメ、メンバーとお風呂入れないって。ダメだって。入ったことあります？いや、千穂ちゃんとかはあるけど。え、2.5 キロであるの？あずみんだけですね。うん、そうだよね、あんま入んない。温泉です。お、ちゃんとした温泉、日本のね。なんかそんな部屋も。はい、あ、ゆうつんは ST が入る前に、うん、え、入ったことあるの？はい。え、なんで入ったっけ。あ、なんかオーディション終わって、うん、なんか行ったんですよ、宮島みたいな。オーディションって、あのニューウェーブの？はい。そうなんで入りました。
風呂はね絶対に入れません。特に後輩とはちょっと入れないです。何があっても。お風呂はちょっとそう気まずい。でも石の風呂入ろうってならなくないですか。千穂ちゃんとは全然ね部屋の風呂でもね、え、いやなんか1回しかないけどその時にえなんか時間ないけ入ろうやみたいな感じで、え、すごい、でもいい関係ですねそれは。いい関係、はい、気をなんか使わないみたいな。千穂ちゃんね、日本時間今何分？ 50 分。ありがとうございます。初見さん、中村舞です。もう終わります。なんかみんなはさもう日付が変わるかもしれないけどさなんか変わんない、あと1時間あるのなんか変な感覚だわ。ちょっと得した感じ、なんか全然そんなことないのにね。どこ行ってるんですか。マレーシアです。明日起きれますように。服今日はワンピースを着てます。なんかちょっと襟がこんな感じです。でなんかしてありがとう。寝起きくるくるに優しくしてあげて。逆にね多分私の方がやばいからね。ちょっとくるくるはロングスリーパーではないみたいな、はい、さっき話してた。そう、ショートスリーパーね、羨ましい。なんだそりゃ、ショートスリーパーいいな。でもなんか睡眠時間って遺伝らしいよ結構。え？そうなんですか。でも親ショートスリーパー？いや結構寝てます。え？そうなの？でもなんか睡眠は結構遺伝するみたいなの聞いた。そうよ、そうか。シャワーお湯出るって。お湯出ないの？ちょっと見てきます。今日は水風呂だ。中村家はお父さんはショートスリッパーかもしんないけどお母さんは多分全然いっぱい寝る。お姉ちゃんももう爆寝。出た？くるくるが水を出しています。お湯出ない？そしたらちょっと困りますね。え、出ないんだ。わかんない？
これからお風呂。水浴び？水浴び？ゾウみたいですね。パオーン。お湯浴びたい。出せなかったです。なんか全身に浴びちゃいそうで。確かにね、ピシャーって。シャワーが水は海外あるあるです。え え, えなんだけど。それだったら、えそれはもうなんか努力次第でどうにもならない。えでもなんかすぐにお湯にならないだけで、いっぱい出してたらなるかもみたいな。時間がかかるんだって。うーん、私もクアラルンプールホテルで水風呂耐えたことあります。でもね、今日耐えれたとしてもね、3日間ぐらいあと耐えないといけないってなったらちょっと泣いちゃいますから。56分。壇上呼ぼう。じゃあ待ってね。ターキューさん、マーサーさん、マツさん、コッペパンさん、福ちゃんまるさん、くまねパパさん、考えなしーさん、うまちゃんさん、ティーンさん、アルフォートさん、南波のひさとさん、東京のスワンさん。1位はドルドルンミッキーさんでした。ありがとうございます。めちゃめちゃいのギフトありがとう。おやすみなさいませです。また明日です。たーまやありがとう。今日は木曜日。あ、今日金曜日か。あ、何曜日だっけ今日金曜日だっけ。あ、じゃあ明日は土曜日です。皆さん何曜日か分かんなくなってきました。あ、明日は土曜日。おやすみなさい。おやすみ。いっぱい寝てください。また明日も頑張りましょう。おやすみ。ゆっくり休んでね。ありがとう。お風呂キャンセルせずに。キャンセル界隈にはならずに入りたいと思います。頑張りたい。また明日。無駄分まだ58分だよ。ごめん、ぐるぐるしちゃっておやすみなさいまし。あと1分だ。切れるのか切れないのか。切れると思う。切れないと思う。かけよう。ギャンブル。命かけ命かけないで。鬼が重い。消えます。あ、切れる。じゃあ切れないに1票ね。わかりました。
命かけるとか久しぶりに聞いた。なんかドラマみたいな。ドラマ？おやすみ。切れたかな？切れた？見てみます。今何時？23アディショナルタイムあるから。あ、そっか。ちょっと。あ、どうも。